それでは、お待たせいたしました。はい。本日はですね、なんと特別ゲスト。はい。まず、金正が来ております。来ております。はい、よろしくお願いします。久しぶりにこれもジャンバー来ましてこんなジャンバーも来てたなと遠い昔のように思っておりまして、本当に今日の日をこうやって迎えることが本当に心から皆様に感謝申し上げまして、本当に1年なんて本当にもう奇跡的なことでして、半年続けばすごいことだから半年目指そうというふうに思って、この劇場で一つを上映に至りましてですね、1年を迎えることができて、今日この日をこんなにたくさんの方と迎えることができたこと、本当に長い旅でしたが、今日本当にここまでの土砂降りの中の旅が一つ報われた思いです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。では普段この3人はもう十分もう皆さん見てますので、もう嫌というぐらいこれ見てますので、今日は新しい、はい、ね、目新しい、かなり今日皆さんディレクターズカットを初めてご覧になった方どうでしょう。ありがとうございます。増えたシーンでおもちゃ屋さんのシーンだったでしょう。無理やり子供からカメラのおもちゃを買う非人道的なシーン、あそこでお母さん役でした。わはは本舗の星川桂さんです。はい、どうぞ。わはは本舗の星川桂です。やっくりすいません、空気がごめんなさい。よろしく。大丈夫ですか。この人楽屋では全然違う。そういう意味でびっくりした。そういう気持ちが盛り上がってしまいました。なんで上に上がるとすいません、普段はそんな人じゃないんですけど、本当普段は全然おとなしい人です。むしろ普通の人以下のテンションでずっと過ごしてられるのにすごいですね。いや本当にでも上西さん、美香さん、愛さん、おめでとうございます。上映1周年ですよ。この劇場で1周年、奇跡だと。でもうほとんどおいくず様なんですよ。もうおいくず様手を挙げてもらっていいですか。うわ、どう思います。そうおいくずっていう言葉ができてきたのも本当にすごいことだなって。どうでした、ディレクターズカット版になってなかったシーンが。普通ねディレクターズカット版失敗するんですよ。でも一くずの場合はディレクターズカット版の方が圧倒的に支持されている状況なんですけども、どうでしょう、前の一くずの方が良かったって方。今フェイントがありました。びっくりした。フェイントがありました。そうなんです、こういう状況なんです。フォーカさんはやめとけってずっと言ったんですよ。だいたいディレクターズカット版失敗するからフォーカさんやめた方がいいって言ったんですけど、僕らは大丈夫だってやってこの状況をフォーカさんに伝えたらすごいなってフォーカさんに言っていただいて、どっちも良かったです。ありがとうございます。なんと俺ディレクターズカット版出なかったら、はい、そうなんです。いや作りに出て出ていない。実際に星川さんね、一発目の一くず上映になった時にカットされててすごい怒ってました。怒ってはいなかったんですけれど、ただすごいのが上西さんが必ず上映させますっておっしゃったんですよ。で私はひたすら待ち崩してたんですけれど、そうしたら本当に1年後にこうやって本当に上映をされるんで、上西さんは有言実行の男だなと改めて思いました。はい、そうでしょう。皆さんもそうなんです。僕って、ね、言ったことは必ず言ってなんで笑いが出るの。そこでもう映画を撮っていつか賞を取るんだって言ってた時の言葉を覚えてますし、はい、実際賞を取られてでこうやって一くずで僕はこう旅立つって言ってた日がやっぱり嘘じゃなかったんだな。なんか今の旅立つのフレーズで、はい、僕もうじきあの世で旅立つから違います。もう万華の思いでこう行くぞっていうのをおっしゃってたんで、本当にその通りになったなって。いやまだね旅は終わってないんですよ。
このディレクターズカット版はですね、これから全国に向けてまた配給を進めていこうというところで、テンアンツはですね、次に来年1月29日より大阪、この第7芸術劇場で西成五郎の4億円がついに公開になりましてですね、その時にまた一くずをね、セットで売るっていう。ネバギバの時に成功したんです。ネバギバかませ作戦成功して、ネバギバ上映時にもう一度一くず盛り上がったんで、はい、今度は西成五郎が前編、死闘編と2部作です。これ2回ジャンプできます。皆さんもぜひ西成五郎を見た暁にはですね、一くずもセットで進めていただけましたら、一くずの旅はまだ終わってませんのでですね、本当に一くずに込めた思いはもうコロナが明ける日まで走らせるとこの作品で約束しましたので、どうやら第6波が来そう、明けそうで明けない、まだ旅は終わらないという、終われないという思いで、また今日この日を迎えることができまして、気持ちを新たにまた旅を強く進めていきたいという思いであります。皆さん、それで今日は、ね、祝いの席なので、皆さんには、ね、なっちゃんをお伺いします。せーの、飲んでいい？飲めよ！乾杯！ありがとうございます。ありがとうございます。飲む人はこぼさないよ。こぼさないよ。今日も大きいですね。楽しい。ありがとうございます。ですね、皆さん、西成五郎の農家どうですか？皆さん気になってます？一くず堂のなんと西成五郎の4億円はアクションエンターテインメントながら前編死闘編と続けて見ていただくと、一くずのようになって最後感動して泣けるんですよ。そんなアクション映画あります？そんなの作れるの今上西成だけですよ。そのですね、なんと今日この記念すべき日に、はい、その西成五郎の4億円前売り券がすり上がってます。はい、今日ね、偶然にも間に合いましたので、はい、持ってきております。前編、死闘編と見る場合は2枚必要です。はい、その場合、1枚1500円ですので、3000円となっちゃうんですけども、今日良ければここで販売してますので、買っていただきますと、心から感謝申し上げます。今日初、誰よりも早く手にできる日です。その前売り券が、ぜひ。それとですね、日比谷シャンテで先日東京で先やりやがってて、お叱りの声を高く叩きましてですね、僕が決めたんじゃありません。配給が決めたので、僕が意図したものではございませんので、ただその東京でやった日比谷シャンテの際に発売しましたパンフレット、めちゃめちゃでかいんですよ。 B4 のパンフレット見たことありますか？めっちゃ大きいですよ。 B4？ そう、僕もね、びっくりした。なんでこんなでかいの？これすごいじゃないですか。私もちょっとびっくりした。こんなでかいんですよ。これ何ですか？何かっていうと、こもってみんな帰ったらこれ宣伝になるから、宣伝部がこの策を練ったんですけど、でかすぎて余計にカバンに縛られこうなしてない。これを今日からこちらでも販売いただけるという声、欲しいという声をいただきましてですね、なんとこれ特別版で特別価格で500円なんですね。はい、もうこれね、西成五郎が上映時にはもっと分厚い、はい、しっかりしたパンフレットが出るんですけども、それは B4 じゃないですよ。これはこれでレアなんで、激レア、今日から発売なので、ここには100部届いて、今日もし使われるの方は、僕ら今日ここでサイン会という運びになってますので、これと前売り券と買っていただけると、はい、サインし放題ですよ。金正がゴロのサインをしてくれるってことですか？本当ですね。金正の格好でゴロのサイン。おかしなことですけども、それと2月7日から14日、ABC ホールで舞台であります。僕らの舞台見たことない方はどうでしょう？そうでしょう。言っときます。僕ら舞台でこそ輝く俳優なんですよ。ぜひ舞台をお越しいただきたいと思います。その舞台のチケットもチラシも今日持ってきております。はい、ちょっとね、まだ膝のチラシなんで本チラシではないんです。それで僕らのその前売り券も日にちは後で決めれるんで、前売り券も売ってますので、
もしよければ買っていただきましたら、皆さんお金を、皆さんのお金を狙ってるようで申し訳ないんですけども、せっかく金正の格好してるんでね、ちょっとぐらいの金正のセリフやりますよ。どっかあります？望んでないの？望んでない、なかなか。じゃあ、そのまま僕引っ込みますね。後で決めますよ。ケーキ屋さん。なんでケーキに誕生日ケーキないんだよ。なんで。こんなこと急にできる役者いないですよ。全員でいかない。両源蔵さんです。両源蔵さんです。挿入歌歌ってくださってますね。もうよく多分ご存知だと思いますけれども、金正がケーキ屋さんでケーキとおもちゃ。ね、立って歩いてるところで、あと警察に捕まっちゃっていくところで、いいところでかかっている曲でございます。ひとくずの歌、両源蔵さんでお送りさせていただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。よろしくお願いします。愛してくれなくて構わない、愛するつもりもないんでしょう。傷つけられても構わない、守ってもらえるわけないもの。夕焼けなんて見たくない、どうせまたすぐ夜が来るから。ああ、人間扱いしなくていい、人間に生まれたつもりもないし、もしもそんな私でも本当に欲しいものを言ってもいいなら、優しい日の母さんの手のひら、優しい夜の母さんのほっぺた、ララララ。
たりしてもいいなら優しい朝をあなたの目玉焼き優しい夜のあなたの ありがとうございました。乾杯。